アイテム番号 SCP-456JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-456JP はサイト81の高裁認証式電子上ロッカー内に保管されています。適切なセキュリティクリアランスを持つ職員以外によりロッカーの開放がなされた場合、収容違反が発生したとみなされます。その場合は財団標準自律駆動ドローンを使用して収容を再確立してください。現在は、クリアランスレベル3、456JP を持つ職員のみがロッカーの開閉を許可されています。説明、SCP-456JP は、一般に、テディベア、と呼ばれる種類のぬいぐるみです。検査により、材質は一般的なアクリルとポリエステルからなっていることが分かっています。SCP-456JP は認識災害的殺害作用を持っており、直接死認した人間は即座に心臓発作を起こして死亡します。一部の人間のみが SCP-456JP の作用に耐性を持っています。以下 SCP-456JP-1 とする。SCP-456JP に暴露しなければ確認できないため、新たな SCP-456JP-1 を探すことは推奨されませんが、SCP-456JP-1 だと判明した職員にはクリアランスレベル3、456JP を与えられます。現在財団の収容下にある SCP-456JP-1 は、体であり、全員が SCP-456JP 研究室に所属しています。SCP-456JP は、2000年12月23日に、県、市にある要注意団体の倉庫の立ち入り捜査の際に発見されました。起源は不明ですが、ザ・ファクトリーをはじめとした複数の要注意団体の関与が強く疑われています。SCP-456JP の収容作業中、の手違いにより仮収容コンテナが解放されました。事案 456JP-A に、初期収容チームのうち、現在の主任研究員である、以外の全員が死亡しました。SCIPNET、サイト、81、SCP-456JP 研究室。レベル3。456JP クリアランスが必要です。認証に失敗した場合、保安用情報災害による意識シャットダウン処理がなされるでしょう。SCP-456JP の情報を必要とする職員は岡村研究助手にお問い合わせください。SCIPNET、認証エージェント起動。SIPNET Authentication Agent J2。Fetching SCP-456JP security information. Okay. Checking level 3/456 security clearance. Okay. Automatic authentication. Fail. Auth agent, please enter the passphrase. Deactivating conscious shutdown info hazard. Okay. Access granted.Redirecting to SCP-456JP Research Lab page. SCP-456JP 研究室、お帰りなさい。岡村主任研究員。SCP-456JP 研究室のページです。覚え書き。文書 SCP-456JP-A を毎日読むこと、絶対守らないとダメ。サイト、81、事務局からのお知らせ、未読1。2000年8月2日に SCP-456JP 研究室の設備点検が予定されています。ご迷惑をおかけします。2000年2月3日に SCP-456JP 研究室の設備点検が予定されています。ご迷惑をおかけします。文書 SCP-456JP-A。 アイテム番号 SCP-456JP。 オブジェクトクラスユークリッド。
特別収容プロトコル SCP-456-JT は性質上公には収容できません。SCP-456-JT は通常の財団職員として勤務してください。決して異常性質を悟られてはいけません。SCP-456-JT に関するすべての情報は財団標準人工知能タイプ J2 の管理下に置かれ、レベル3、456JP 職員以外のアクセスは自動的にブロックされます。SCP-456JP が本人の意思で異常性質を利用した場合、体内の小型爆弾が起動されます。偶然の事故など、それ以外の原因による場合は適宜カバーストーリーを適用してください。一般職員向けの SCP-456JP 文書はカバーストーリーです。SCP-456JP を収容しているとされている電子上ロッカー内には、非常性のテディベアのぬいぐるみ1個とミーム殺害エージェントを配置します。説明、SCP-456JP は、サイト、81、に勤務する財団研究員の岡村、です。SCP-456JP は情報災害的殺害作用を持っており、岡村、は財団に収容されなければならない。もしくは、岡村、は財団に収容されている。という意味のことを知った。もしくは考えついた SCP-456JP 以外の人間は即座に心臓発作を起こして死亡します。この作用は全置換型の人工心臓を移植された人間には効果を発揮しません。本人の意思によりこの異常性質を制御することはできません。SCP-456JP は2000。年11月15日に行われた要注意団体の施設への立ち入り調査の際、削除済みにより異常性質を獲得しました。同行していた機動部隊も、による岡村研究員を終了する試みは上記の性質により失敗に終わりましたが、岡村研究員本人が事故の隠蔽処理を行い、自身を SCP-456-JP に指定し、現在の収容方法を確立しました。削除済みの原因と見られる装置はこの過程で破壊されたため、オブジェクト分類は見送られました。施設からは、の構成員数名の遺体が発見されました。彼らのうちのいずれかが以前 SCP-456-JP となったが、自身の異常性質により死亡したと考えられています。岡村研究員自身が人工心臓患者であることより、人工心臓患者には殺害作用が発揮されないことが即座に判明しました。また、財団ではない組織の構成員でも、財団についての知識があれば効果が発揮されることが示唆されています。事案 456JP A2 を含む偽の収容作業はカバーストーリー作成のために、公募、彼は疾患により、心臓を人工のものに置換していました。の許可と援助のもと、岡村研究員により計画、実行されたものです。その目的は、他の職員に不審に思われることなしに自由な SCP-456-JP の研究を可能にすることにあります。岡村研究員は現在クリアランスレベル3、456JP を持つ唯一の職員です。人工心臓患者の職員を新たに雇用する計画があります。実験記録 456JP 2000年2月5日実施、実験に使用する D クラス職員は、財団や SCP に関する基本的な概念の説明、以下、財団によるレクリエーション、を受けています。対象、D クラス職員1名、B10231、財団によるレクリエーションを受けています。実施方法、岡村研究員が D10231に、実は SCP-456JP は私だ、と発言した。結果、B10231 は心臓発作を起こし、正常に死亡した。分析、N、A。対象、B クラス職員1名、B10232、SCP の影響で精神に異常をきたしています。実施方法、岡村研究員が B10232 に、実は SCP-456JP は私だ、と発言した。結果、何も起こらず、分析、内容を正しく理解することが必要なようです。対象、B クラス職員1名、B、
10233。財団によるレクリエーションを受けていますが、人工心臓患者です。実施方法、岡村研究員が D10233に、実は SCP-456JT は私だ、と発言した。結果、何も起こらず、分析、人工心臓患者に効果がないこと自体は以前から知られていますが、公式な記録のため実験を行いました。対象、B クラス職員1名、D10234。財団によるレクリエーションを受けていますが、母語は英語です。実施方法、岡村研究員が D10234に、インファクト、SCP-456JT、泉、と発言した。結果、D10234 は心臓発作を起こし、正常に死亡した。分析、言語は問わないようです。対象、B クラス職員1名、D10235。財団によるレクリエーションを受けています。実施方法、岡村研究員が D10235に、実は私は触らずに人を殺せるんだ、と発言した。結果、何も起こらず、分析、私が財団の収容対象である、という視点を持つことが必要なようです。研究室内メッセージシステム。岡村主任研究員、2000年11月16日、本日より SCP-456JT の収容を開始します。岡村主任研究員、2000年11月20日、研究室ページといっても私しか使わないので日誌にしよう。岡村主任研究員、2000年12月7日、応募の勧めで私のぬいぐるみ、まだ捨てられないの、をダミーオブジェクトにすることにした。私はいつ終了されてもおかしくないけれど、あの子はニュートラライズドオブジェクトとして残ってくれるでしょうね。岡村主任研究員、2000年12月30日、ストレスで休暇を取り、3を誘ってサイトのバーで飲んだ。何も知らない彼女は私に温かく接してくれる。ああ、彼らに罪はなかったのに。岡村主任研究員、2000年2月5日、年が明けて気持ちも落ち着いてきたので実験を実施した。結果は実験記録456を参照。私はもはや人間ではないと実感させられる。もうやりたくない。岡村主任研究員、2000年3月21日、SCP に対する態度が原因で、3が研究任務を解雇された。おそらく別のサイトに移動となるだろう。私も本来なら SCP のように本当の名前の代わりにアイテム番号で呼ばれ、友人は看守になり、優しい目で見られることは永遠にないはずなのだ。人型 SCP オブジェクト、人、ではない。岡村主任研究員、2000年6月29日、応募、亡くなられた。今や私は、すべての人に嘘をついて生きている。誰か助けて、私を許して。しかし SCP-456JP は確保、収容、保護されなければならない。